まるで一枚の絵のような水槽が並ぶ全アクアリウム。ここには泳ぐ姿がとっても美しい魚たちがいるんです。中でも今日は珍しい金魚五色和金を紹介します。和金とは室町時代に中国からやってきた金魚。泳ぐのが得意なんだよ。木の枝や葉っぱの間もスイスイ通り抜けるんだ。水槽の中を器用に泳ぐ五色和金たちに会いに来てね。